何して遊ぶ？鬼退治行く。昔話の中で桃太郎とかぐや姫の子の桃姫なんて出てこないじゃないですか。だからすごいなんか特別な感じがしてすごいワクワクして待ってました。いやもう今のインタビューの受け答えの感じがもうすごくしっかりしているんで、それでいてこの笑顔なんでもうすぐに親近感湧いて、はいね、やっぱ佇まいから しっかりされてるのが伝わってくるのって、なんか普通に友達と話すみたいに喋っちゃうついつい願ったり叶ったりっていう、うん、羨ましいと思うかもしれないです、うん、やっぱりこの笑顔が、うん、なんかこっちも元気になるんで、うんうん、この笑顔がいいですね。成長したなというか、やっぱ年齢ももう28、29の年なので、あの現場にも下の子たちが増えてきたんですよね。前は自分が一番下の立場だったけど、だって下の子たちが増えて、なんだろう、自然とこうコミュニケーションを取れるようになってきたのがすごいなんか自分でもびっくりしてます。今ではないんですけど、トライアスロンはあの1年生の時から大会に出ていて、ゴールテープを切った時のなんだろう快感というか、あのやりきったっていうのが好きで、うん、毎回出てます、うん、まあ、わりかし僕もそういう外に出て遊ぶのが好きだったんで、うん、まあスキーとかサッカーとか。スキーできる？スキー全然できないです。あ、本当？できそうだね。できそうだね。チャレンジしてみたら、うん、今度チャレンジして。寒いけどね私はセミ取りが得意でした触れる？触れます。すごいね。カゴいっぱいにセミ捕まえたの入れて、まあ、ちゃんとこう返すんですけど、公園に行って夏休みになったらセミ取り行くのが楽しかった、うん、田舎だったんで。虫苦手って女性ね結構いらっしゃいますけど大丈夫なんですか？セミは大丈夫です。マジで？逆にセミすごくない？なんか形がうん、もう、うん、大丈夫。今も？今も。お、大丈夫です。セミ触れる？セミ大好きです。すごいな、俺無理だなセミってあのここの頭のちょっと下持つとすごい心臓の音がドク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 感じられるんですね。あ、聞こえるよね、あの羽の付け根ぐらい、ね、あれとこうやって掴まないと感じられないじゃないですか、ね、じゃないですかだからまあそれがいつも嬉しくて嬉しくてね、楽しいよねいやもうね、トライアスロンもできて、うん、お芝居も上手でこの笑顔だったら僕も見習わないとなっていうところの方が多いかもしれないな、うん、まあでもそのままでね、うん、いてくれればいいんじゃないですか。そのままでいてほしいですね、うん、のびのびと好きなことをやっててほしいなと思います、うん、今度のあの浦島おじちゃんだけちょっと気をつけてねアドリブいっぱいしてくるからでも楽しいですよ。楽しいか会えなかった分だけずっと感じてたんだ、離れてる分だけもっと分かってたんだ、意味のない話も全く無駄なじゃれ合いも全部が全部大事なことだったんだね、今すぐ会うとこすぐに行くから、誰彼それ何とりあえず行くから、わけねえ何するかはあってから君次第、鬼退治また行くかはその日の気分次第、ずっとずっと前から繋がってる、桃太郎とかぐや姫の子で桃姫です。成長早っ。何して遊ぶ？鬼退治行く。レッツゴー。オッケー。気をつけ